今週もチョコミラはお休みでしたが、はい、YouTube は更新します、うん、そしてスタジオには KNB シンジアナウンサーの菊池さんに来てもらいました、はい、今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします。可愛い,い<笑>,笑顔が素敵でなんかトーク系の番組は出たのあ、まだ出てないですお<っ>じゃあちょっといろいろ質問しちゃうか早っちうん えー、菊池さんはなんか学生時代打ち込んだこととかありますか面、はい、面接かよ <laughs> 面接大学時代は、えっと、ジャズダンスサークルに所属してて <laughs> ジャズダンスやってましたこれは皆さんもやってもらうしかないですよね。できるのジャズダンスじゃあ綾ちょっとじゃあがジャズっぽいなんかやつ口ずさんだら<何>やってくれるよ<あ>菊池さんは。

ダンスってったらうちの綾芝も負けてねえんだ実はね、ちょっとやってておめえかぶっちゃった <laughs> ごめんなさい、ね、ダンスかぶり、綾芝見せたってお願いします <laughs> ね私の時間いるこれ <laughs> じゃ行きます、えー、読売巨人軍のテーマソングトーコンコメていきますテン、てケてケててテン、てケてテててテン、テててテテてテントーコンコメ こんな感じです。はい。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いいですね。で、菊池さんはね、あの茶道もやってるんですよね。そうですね。大沢さんとそこも一緒で。そう、気が合うんです、私たち。気が合うっていうか、またキャラかぶる。高校の時の部活でやってて。うん。高校は茶道部なんだ。はい。大学で、そのジャズダンス。はい。やってたってこと?。四歳から十四歳まで。 バレエをやってました。ああ、だからあのね滑らかな動き、さすがです。ありがとうございます。うどうですか？K.N.B. を K.N.B. で働いてもうしばらく経ちますけど、はい、今仕事は慣れましたか？皆さん本当に温かくて優しい方ばかりですので、ぜひ皆さん K.N.B. に。何のコーナーこれ。はい、<laughs> <laughs> え、なんでアナウンサーになろうと思ったの？中学生の時にあの。 全校生徒の前で話す機会が何回かあってうん、うん、その時に学年主任の先生から「菊池さんの声聞きやすくていいわー」って言われてで声使ったお仕事を何かできないかなって思ってアナウンサーさんいいなって思い始めましたね。キー曲は受受けけななかったたのあ、受けてないでですもう、K、本でした 珍しくな結構アナウンサーのね志望の人っていろんな曲受けるからなこれは好感度上がるねあ本ほんとですかうん上がるそうそう上がるよやっぱ一本気なところ好きだもん富山の人ってあやっちみたいにな ANA 受かってたけどこっち来たっていう人もいるけどそれはそれでよくないそそれれはでいいいと思うなんかやっっててみた番組あるの まずはそれこそ地元朝日に行きたいので買いことでぜひ朝日ヒの皆さんに会いに行きたいと思いますうん高原さんにコーヒー差し入れだけ忘れないようにあま,したまた言うねどれがいいかとか、はいはい、お願いしますえ、なんか高原さんにずいぶん忖度しなきゃいけないんでね <laughs> まあこっちがねやってるだけのよに高原さんはもうそういうのいいよって言ってくださってるんですけどねやっぱり大変な思いさせて今ね結構もうお年もいかえてなんか一生懸命一日 <laughs> とちしてないしてない高原さんあの朝日町のもう町民全員が踊れる「豆なき朝日」って曲歌ってくださっててえっ、ー、どんな踊りか見てみたい <laughs> <laughs> あっ落ちた朝 もぜひ買いことで披露していただければと。じゃあこんなとこかな。なんかないあやっち大丈夫。えあとあのなんなんの話とかしたいよね。アナウンサーになる前もずっとなんなんの仕事してくれてたんだもんね。なんかなってない。えなんなんですね。なんなん。なんなん。なんなんでしょ。いなんなんは富山弁ですかね。なんなんです。え菊池さんなんなんそのなんなんけすみません。なんなんのなんなんからです。はい。 すごいね、うん、あやっち喋り倒してるね <laughs> 結局ちょっとなんかここまで俺聞いてきたけど綺麗すぎるんだよな <laughs> 多少不満もあるでしょちょっとやめてもらっていいですかうちら何もないですよ不満は一切ないです,いですあるわけないじゃんいや一切ないってね世の中すべて表裏一体だから、うん、そんな人いないから <laughs> なんかあるでしょまあねあの菊池さんは多分言わないと思うんですけど 違う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 菊池さん困ってた場面があってでも自分の世界に張り込んじゃって「んだこれ!」とか「おい!」っていうようなことをもう日常的に言ってるんですよこれは誰かに対してじゃなくてもう多分自分自身に対しての「おい!」だと思うんですけど菊池さん報道フロアに行って「おい!」って言われてから菊池さん「あっはいすいません!」っ あうん、デスクが一人の世界に入り込んじゃっててそれにびっくりして菊池さんが謝ったってことんだよ本当いい子だから <laughs> でも本当みんなの自分の世界に入り込んで好き勝手なことを言ってくしゃみとかもすごい、まあ、バカ野郎みたいな感じのボリュームで聞こえるくしゃみもあると思うの人によっては。やめろでもそれぞれももう <laughs> いうあも気にしない強さを持ってくださいいははい。 なんとなく誰のこと言ってるか俺分かったもん今 <laughs> 分かっちゃったそう,うのそういうの求めてないんだよ俺はもう <laughs> いやもうなんか可愛いのでいいからちょっと本音を聞きたいよやっぱ菊ちの<何>、うん、まあ不満じゃなくてもいいけどあ<え>かさあの私何々の編集をしてた時自分の席に電話がなかったんですよ、うん、なんであの内線とか保留になってるものを自分で出ていいのか分からないのと あの出方をあの教えてください。ああ、それはね、あやアヤの得意分野だから。はい。えどういうこと？え、電話の出方とか、なんか交流とかになってる時とか、代わりに出ることとかあるじゃないですか。そしまず、まあお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。明るくね。はい。お疲れ様です。口でで、で、なんだっけ。あ、で誰どの方にかかってるかですよね。確認して。はい。 少々お待ちください。はい、保留。ピどこは難しかった今。<laughs> ごめん、俺の振りが悪かった。そ <laughs> うだよ。<laughs> でも確かに、ちょっと聞きづらい状況があるんだとしたら、よくないよね、次郎うち、ん、ら。まあ、そうだね。うん、もう電話でも、何でも。今日のお昼ご飯なんですか、でも、もう何でもいいから、気軽に話せるようなね、<laughs> 環境を私たち先輩も作っていきたいと思いますので。はい。 どうぞよろしくお願いします。お願いします。うん、じゃあきくちありがとう。はい、ありがとうございました。はい、ま,したまた遊びに来てください。いつでもお願いします。